どうも、大将です。うちがね、週5営業で、土日祝休みっていうそういう、居酒屋なんですけど、まあ、週5営業にしてね、良かったなっていう思うことをね、ちょっと語ろうと思います。うちがね、週5営業で土日祝休みなんで、あとまあ連休も休みなんで、だいたい年間120日ぐらい休んでるんですけど、3分の1ぐらい多分休みになってます。まあやってね、まあ結果良かったなって思うことが結構あるんで、なかなか飲食店でね、もう週5営業って無理だと思ってる人が多いんで、僕はもうそれをまあ実践してね、みんなに週5営業の方がいいですよっていう、まあそんな感じで話してるんで、良かったことをちょっと語ろうと思って、1個目がね、まずがね、ストレスがなくなるっていう。やっぱね、休みがあるとね、なんていうんですかね、カウントダウンっていうんですかね、もう、まあ、月曜日、火曜日ぐらいはあれ、まあ、始まったばっかりなんで、そんなないですけど、水曜日ぐらいになるとね、あと3日で休みだとかね、サラリーマンさんとかそんな感じだと思うんですけど、やっぱ飲食業の人ってね、時間も長いしね、まあなんかストレス抱えてる人多いんで、お店に行ってもね、なんか面白い人もいるけど、なんか結構つまらない人も多くて、なんか、不景気な話ばっかりしてる店の大将とかいるんですけど、まあ僕もね、まあ、昔はね、やっぱちょっと収録働いててイライラしてたんで、やっぱね、こうアルバイトの人にもね、まあなんか自分こんだけ頑張ってるのにね、もうちょっと頑張れよみたいなことをね、押し付けてたっていうのはやっぱありますよね。それも全然今ないんですけど、あとお客さんもね、まあちょっとね、冗談で言ってるんかもしれないですけども、こっちの余裕がなかったんで、あ、めんどくさいなってやっぱ顔に出たりとかね、そういうのがね、一切なくなりましたね。まあやっぱり休み増えてね、ちょっとリラックスできてるんで、まあこういうのもね、ストレスがなくなるとね、出ます。まあ店の雰囲気もね、良くなったかなっていう、アルバイトにも優しくなれたし、お客さんにもね、もうまあしょうもない冗談にも付き合ってあげれるっていうね、余裕ができましたっていう。ね、2番目、お金が貯まる。やっぱりね、収録営業してるとね、お金もやっぱりちょっと今よりは多い、給料も多かったんですけど、やっぱりストレスがあるとね、散財してしまうっていうんですかね。なのでね、結局土曜日出た分の今よりちょっと給料高かった分のお金っていうのが、まあね、月で12万ぐらいですかね。まあ、土曜日開ければ多分年間で150万ぐらい僕の給料が上がるんですけど、まあ、丸々ね、結局全部使ってましたね。働いたからって全然溜まってなかったんで、まあ、飲み会とか、やっぱり、もう休みが日曜日だけだったんで、その日にやりたいこと全部やるんで、もう飲み会って言ってももう行きたい店全部回るみたいなね。もう4、5軒普通に回って、もう何万円も使ってましたね。あとね、やっぱストレス溜まってたんで、バイク、まあもともと好きだったんですけど、まあこれも結構、なんか昔のね、旧車のバイク買ったりとか、まあ、100万円、200万円ぐらい使いましたかね、結構買ってましたね。もう全部やめましたね、俺も。別にストレスなくなったんで、その、多分ね、バイク乗りたいって、仕事疲れがあって一人になりたいとか、そんな感じがあったんだと思うんですけど、それもやめましたね。あと買い物っていうんですかね、まあ、大したもん買ってないですけどね、ちょっといい服買ったり時計買ったりとかしてたんですけどね、もう全然買わなくなりましたね、もう。っていうんで、結果ね、やっぱ土曜日休む、まあ、週休2日になったことによって余裕ができて、結果稼いだ分よりも、なんていうんですかね、もう稼がなくても貯まるようになったっていう、そういうのがあります。
で3番目が、これがね多分一番大事なんだと思うんですけど、もう奥さんの機嫌がいいっていう、とにかく何ですかね、家にいるからいいっていうんじゃなくて、でうちの奥さんはねもうめちゃくちゃ優しい人なんで、お金いくら使ってもいくら飲んでも何にも文句言わない人なんですけど、ただなんか一つずっと嫌だって言われてたのは、もう日曜日にもうめちゃくちゃ遊んでめちゃくちゃお金使って、月曜日またしんどそうにしてるのがねもう嫌だっていう、あ疲れた疲れたってずっと奥さんの前で言ってるのがね嫌なんだって言われてましたね。で今はねもうそんなこともないんで、まあ土日はねもう絶対僕は飲まないんで、家族とずっと一緒にいるんで、まあ奥さんはね、まあ、僕が悪いんだと思いますけど、まあ奥さんの機嫌がねめちゃくちゃいいというか、前はまあよっぽどねそんだけ自分もストレス溜めてたんで、まあ見るのがめんどくさかったんでしょうね、なんかそんな感じですけど、まあ奥さんはねそういうのが嫌だったんだろうなっていうのも分かって、今はねもう家のために家族のために時間使ってるんで、まあ、奥さんの機嫌がいいんで結局僕の機嫌もいいんで、まあアルバイトにも優しいし、お客さんにもまあね、まあくだらない話する人もいますけど、まあ付き合ってあげれるような余裕ができましたっていう、まあ、これは結構ねこれがもう一番大きいことだと僕は思ってますけどね、家族仲がいいっていうのが、まあ、商売繁盛の秘訣だと思ってるんで、これでまあ良かったなっていうのはあります。で次がね、まあ、単純にね時間ができますよねっていう、もう、まあ、僕もねやっぱり土曜日はね、まあ、金曜日まで仕事してるんで一日寝てる時もねありますけどね、夕方になってやっと動き出す時もありますけど、それでももう一日休みがあるんで、まあ、時間ができるとね、僕がまあ趣味というか今の趣味が、まあ、投資とか読書とか、もともと読書好きなんですけど、まあ、投資もね別に自分のためにやってるわけじゃなくて、まあ、娘一人なんでね、この子のために、まあ、頑張ってお金残すためにいろいろ勉強してるよっていう感じなんですけど、あと言語ですね、まあ、やっぱ奥さん中国人だし、娘もねゆくゆくは中国語普通に喋ると思うんで、まあやっぱり時間があれば中国語勉強してるし、でまあ旅行が好きなんでね、僕もちょっと時間取れれば YouTube 見ながら英語の勉強もしてたりとか、娘も今してますけどね。で奥さんはねまあまあもうやっぱり日本語も 90% ぐらい喋れるし、英語もまあまあ喋れるんで、まあレベルで言うと僕が一番低いんで、頑張って娘と奥さんについていかなきゃいけないなと思って、やっぱ英語と中国語はね勉強しようかなと思って、まあ時間ができたらねこんな趣味もできて、まあ中国語と英語喋れたらねやっぱり観光客とかにも対応できるんで、それもまあ大事と思って一応やってます。まあこういう時間もできますよっていう、で次はねトレーニングができるっていう、僕飲食業の人ってね大体ねもう運動不足なんですよね、飲みすぎとかもうね遅く寝て遅く起きるみたいな、もうそういういい加減な生活してる人がほとんどなんで、まあ、僕もともとねボクシングやってたんで、まあ、体を動かすの好きなんですけどね、やっぱ時間がないとできないんで、まあ、最低でもね今はね週2日ぐらいできるようになるんです。土日のどっちかと平日、まあ、ちょっと時間が取れたらっていうので週2日ぐらい走ったりとか、普通にねシャドーボクシングしたり、前はジム行ってたんですけどね、ちょっと忙しすぎてなかなかもう行けないんで自分でやってますけど、まあ結局体力がないとね商売もできないんで、で体力つくと結局その空いてる平日空いてるところのまあなんですかねこう
営業のレベルがちょっと上がるっていうか、お客さんの満足度も上げれるよっていう意味でね、まあ、トレーニングは僕自身も好きだし、結果なんかこう動きにキレが出た方がいいんじゃないかなと思って、まあずっと続けてます。で、まあ、結局ねもう週6とか週7とか何ていうんですかね、平日閉まってるみたいなのとかやってるとお客さんってそこに合わせてくるんで、まあ、この土日来てた人すいませんって書いてますけど、確かにね土日の予約もね今でも全然電話かかってきますね。まあ開けてほしいんだけどって言うとかかってくるんですけど、まあちょっとね手が足りないんで無理ですよって断ってますっていう。でもね、まあそういう人でもね結局まあ平日になんとかずらして来てくれてるようになったんで、まあね、まあこっちのわがままですけど、まあこっちに合わせてくれるお客さんがねちょっとやっぱりね、その何人か何十人か知らないですけど、まあ、それなりのお客さんがねやっぱ土曜日にしか来れないっていう人もまあいたんで、まあ入れなくなったっていう人もいますけど、まあなかなかね全員が全員うまくはいけないんですけど、まあ、ほとんどの人がねやっぱりその分平日に来てくれて、土日空いてるお店にね、土日は行くみたいな感じで、まあ、結果、まあ、うまい具合に、まあ、住み分けができたんじゃないんかなって思います。まあ、こんな感じでね結果、まあ、土日休みでねちょっと給料は減ったんですけど、まあ、その分ストレスなくなったり、まあ、結果無駄なお金使わなくなったりとか、まあ、トータルで言うとねプラスのが結構多かったですよねっていうのがあるんで、なのでね僕はもう土日休み、土日だけじゃなくてまあ週2休みとかね飲食業の人もね取るべきなんじゃないんかなって。で結果家庭もねめちゃくちゃうまくいってて、うちの奥さんもねもう全然まあ土曜日働いて稼げやとかも言わない人なんで、まあうまくいってますっていう感じになってるんで、まあ結局ちょっとお客さんにはね迷惑かけることはあるかもしれないですけど、まあ飲食業の人はねこれ見てね、まあ土日休んでもねそれなりのメリットありますよっていうのを、分かってもらえたらいいなと思って今日やりました。ただね商売僕はできれば、まあ、家庭が一番大事だと思ってるんで、こういうのまたあったら言っていこうと思います。またチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまた次回。バイバイ。